SNS を通じてたくさんの人と知り合いました。海外旅行を通じて外国の文化を学びました。今回のプロジェクトを通じて日本語が上達しました。田中さんを通じて彼女と知り合いました。フィリピンは1年を通じて暑いところです。